はい、どうも、こんにちは、ジェット大介です。じゃじゃーん！キャノンのパワーショット G5X マーク、これはいくつだ ?G5X マーク、これいくつ、これマーク2だ。マーク2ってここに書いてあるわ。まあ、やっぱりパッと見で思うのはですね、ソニーの RX に寄せてきたなーって思うのがここですよね。ポップアップファインダー。もうここのスイッチの位置から似通ってるんだけどもね。ポーン飛び出る。飛び出て、ここをシュッと引き出す。ね。これでもね、ソニーはもうこれ卒業したんですよね。自分で引き出すっていうのはね。この辺、ファインダー周り、似通ってるだけにやっぱりね、見劣りするなぁという感じはありますね。画質はどうなんでしょうかね、このファインダーね。ちょっと覗いてみましょう。画質はまあ、十分ではないかなぁと。そんな気がします。まあでもコンデジなんでね、やっぱりね、こっちで見る方が多いんじゃないかなと思いますね。この液晶ね、非常に綺麗で僕はね、大きくて、気に入りましたけども、これがフリップするわけですね。フリップするんです。フリップすると、自撮りがしやすくなるんですね。自撮りの顔認識、ちょっとご覧ください。ね。顔をちゃんと追っかけてくれるんですよね。これは嬉しいですよね。うん。あとはですね、グリップですか。このグリップはね、やっぱ持ちやすいですよね。手引っ掛けてね。ここにサムレストみたいなものがありますけどもね。ここも親指を引っ掛け、そして他の指を引っ掛けとなるわけですね。こういったもので落としにくい。これが重要ですよね。フラッシュ。こうポップアップフラッシュ。これは、こう、手で、天井バウンスぐらいはできるかなという感じですね。で、これがズームレバーになっております。ピューピューとズームしますね。で、こっちの方ででもですね、ズームを割り当てることができます。このリングにズームを割り当てると、24から28から35、50、100みたいなね、そういった、決まった焦点距離でズームしてくれることになっています。あとはね、ダイヤル、これ二重になってまして、ピント合ってくれ。ダイヤル、モードダイヤルの下に露出補正のダイヤルがあると。キャノンの場合ね、運用上何が便利ってね、もうね、これですよね。タッチスクリーンでいじれるっていうのがね、すごくね、僕はね、キャノンの場合はね、いいなぁと思いますね。高速連射。まあ、これは波ですね。なんつってもね、レンズが明るい。F1.8 からですね。じゃあね、これね、焦点距離を切り替えながらね、ちょっと撮ってみました。24ミリ。それから28ミリ。で、35ミリ。で、50ミリ。それから、85ミリ。はい、そして100ミリ。で、最後は120ミリと。まあ、こういったね、焦点距離がね、多彩になるっていうことでね、いろんな撮り方ができるなという気はします。それからね、50ミリぐらいのところで、結構ね、寄れるんですよ。標準域、中望遠域でぐっと寄れるっていうのはね、やっぱりね、普段生活しててね、嬉しいですよね。飯を取るときに歪まないとかね。ちょっとした小物を取るときに歪まないとかね。そういうのはやっぱりね、大事ですからね。やっぱ歪むというか、パースがつかないというかね。変なパースがなくって、ちゃんと寄って取れるっていうのはすごく大事だなと思います。まあ、ソニーの RX100 みたいなね、ものすごい超速スピードっていうわけではないんだけどもね。まあ、そうじゃなくてもね、電車くらいは普通に取れるスピードなんでね。コンデジとしては、コンデジとしては、ま、全然問題ないなという気はしてます。動画撮影を試して撮ってみたものがありますんで、そちらの方をね、ご覧いただきたいなと思います。まずは夜間の動画。まずは夜間行っちゃいました。それから昼間撮影したもの。これはね、いっぱいいっぱい、熱で止まるまでっていうのをやってみたらどうかなと。いっぱいいっぱいやってみました。そして、手ブレ補正。弱、標準、強と3段階ありますからね。それもちょっとだけ試してみました。ということで、長い
ですけどもね、お時間ある方はどうぞご覧ください。はい、夜の港にやってきております。今日ね、台風が近づいているということでね、非常に風が強いんですけどもね、ウィンドウなんとか、ウィンドウカット、音声のね、風切り音カットがちゃんと聞いてるといいなと思うんですけどもね、聞いてなかったらこの声聞き取れませんよね。キヤノンの G5X というね、コンパクトデジカメ、1型センサーのデジカメで、歩いております。いかがですか。どうなんだろうな、これでもいいデジカメだなって思いますね。夜の街でこれだけ撮れるっていうのはね、すごく嬉しいですね。街灯の下なんですよ、今街灯の下でね、これだけ 4K 動画が撮影できてればね、すごくいいんじゃないかな、 Vlog に向いてるかもなーっていう気はしますね。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。キヤノンの G5X で、歩いております。手持ちでね、手ブレ補正は標準にしてあります。3段階あるうちのジャック、指がジャック、それから標準、強と3段階ありますけどもね、そのうちの標準にしてあります。画面クロップして手ブレ補正すると思うんでね、あまり強で自撮りするのは向かないのかなという感じが気がしてるんですけどもね、検証してないからね、そういう気がしてますけどもね、標準で手ブレ補正にしててもね、全然違和感はないですね。これ歩いてるの見てて全然違和感は感じないです。大変いい手ブレ補正なんじゃないかなという気がしてます。そしてまたね、明るいレンズだからね、ほんのり背後がね、背景がボケていますよね。そしてマイク端子がないのか、これな、マイク端子がないからさ、声がどうなのかなって。これ森の中でね、セミの声が、クマゼミの声がね、ものすごいうるさいんですけどもね、そういったものがね、どうなってるかですよね。ちなみにですね、ウィンドウカット、あの風切り音の、補正はですね、これはオートにしています。今ね、風がそんなにないんでね、入っていないんじゃないかなという気がしますけどもね。まあでも台風が近づいてますんでね、この後どうなるかなという気がしますけども、どうでしょうね。はい、ちょっと歩きますけどもね、トイレ行きたいんだよねトイレ行きたいんだよ今だからね、こう余裕を持ってね、こうブラブラ歩いてる場合ではないんですけどもね、だん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 こうね、余裕がなくなってきたなという感じがするんですけども、一応ね、声は普通には出してるんです。声を普通には出してますけども、まあピンマイクとか使ってるわけではないんでね、どれぐらい声を拾えてるのかっていうのは分かりません。でもそのまんま出すので、皆さんも頑張って聞いていただければなと思います。まあこのぐらいの声でね、多分ね、街中で喋ってるとね、恥ずかしいレベルではないかなという気がしますけどもね。今ちょっとね、風が吹いてましたね。風切り音どうだったかなと思いますけども、いかがでしたでしょうか。電車が走ってたり救急車が走ってたりする音が僕の耳には入ってきますけども、このマイクでは拾ってますでしょうかね。皆さんには聞こえてましたでしょうか。いやー、それにしてもセミね、ものすごい鳴き声ですよね。ほんと関西のクマゼミっていうのはうるさいし、あのツクツク帽子も今鳴いてますね。面白いんですよ、これがね。あの、クマゼミとミンミンゼミっていうのはね、鳴き声の周波数というか、鳴き声のパターンがすごい似てるっぽくって、同じ場所には生息あまりしてないっぽいんですよ。今、アブラゼミなのかな、メインはな。アブラゼミも鳴いてんのか。風が吹いてます。すっごい風が吹いてます。
風切り音いかがでしょうか。ガチッとね、顔はしっかり捉えてるんですよ。でもちょっとね、スマホで撮ってみようかなと思うんですけども、スマホで何を撮るかっていうと、顔ですね。顔をしっかりと捉えているこのフレーム、このフレームをね、スマホで、押さえておこうかなと思います。いや、さすがにスマホはもうあれだな、ブレブレだな。オズモモバイル3なんていうのがね、発売されましたけどもね、まあ僕はあれ買わないですわ。あのスマホ性能によるんですよね。スマホ性能によるんで、ちょっとあとでかいからね、オズモポケットの方がちっちゃいじゃない。まあ広角がね、オズモポケットは弱いっていうんで、自撮りは向かないけどもね。はい、顔はしっかりとフォローできてますね。はい、よかった、人間の顔してて。はい、なんかすごいギーギーって風が吹くたびになるんだよね。木が折れてるのかな、あれ。それがね、風が吹くたびになってるのかなっていう気がしますね。あのキツツキでもいるのかなって思ったんだけど、ものすごい音ですよ、ミシミシミシって。ほら、聞こえました。風が強いですね。まあ、キャノンはね、まあ、EOS もそうなんですけど、写真モード、写真撮影モードの時にポチッと録画ボタンを押すと 4K にはならないんですよね。ダイヤルを動画モードに回さないと 4K では撮れなくて、まあ、写真モードの時は、フル HD になってしまうんですね。そこがちょっと不思議なところでね。まあ、ソニーのデジカメなんかだとね、そんなことはないんで、まあ何度か僕は泣かされたことがありますね。ついうっかりダイヤル回すのを忘れて、動画を回し始めてね、ああフル HD だったっていうのはね、ありますけどもね。まあまあ元がね、綺麗に撮影できるカメラなんで、キャノンもね、あのピュッと倍に伸ばすぐらいはね、意外にね、 YouTube だったらわかんないんですよ、そんなのは。普通にあの 4K にアップコンバートしてもね、まあ全然、最近のカメラだったらね、あまりわかりません。それからね、まあ、一つチップスがあるんですけど、背景がよくボケてると、背景がボケてるほど、ボケの面積が大きくなるんで、そんなのはね、フル HD で撮ったやつをね、だって 4K に、引き伸ばしてもね、ボケが多いほど実はね、バレません。うん、そういうなんていうんですか、ティップスはありますね。はい。しかし救急車よく走ってるわ今日。聞こえますかね。拾ってるかどうかわかんないんだけど、救急車すごいってことは、これやっぱ台風が接近してるからだね。今ね、15日です。8月15日の、昼過ぎぐらいですね。でっかいセミが飛んでった今。8月15日の昼過ぎぐらいですけども、台風が滋賀県に接近しておりましてね、西日本接近しておりまして、これから夜半にかけて大雨になるんじゃないかと言われておりますんでね、皆さんもお気をつけこれ配信されてる時はもうあれだな、台風は過ぎてるんだな、多分な。参ったな。いや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 、暑いです。暑いけどもね、曇ってるんでね、曇りだからもう光がすごいいい感じに回ってるんじゃないかなという気がしますね。光が回ってるとね、それだけ改造しますからね、カメラもね、まあ光が回ってるだけでね、もう本当に綺麗に撮れますしね。まあ、ちょっとこの間もね、ある写真家さんと話したんだけどもね、光を回すっていうのがやっぱり大事でね、いろんなライティングとかみんなね、試したりすると思うんだけども、
まあ、結局はね、潤沢に光をぐるっと回すのがね、一番いいよな、みたいな。うん、そんな話はね、してましたけどもね。はい。ということで、そうこうしてるうちにですね、もう間もなく8分50秒。川の上です、ここ。川の上です。川の音とか、拾ってるかね。どうですかね。10分。余裕で撮れちゃうんじゃないかな、これは。なんかね、ツイッター見てたら、知り合いの人がですね、G5X か G7X か忘れたけども、ちょっと熱かなんかで 4K 撮影がちょくちょく止まっちゃうということをおっしゃってたんですよ。でも、全然、回せてますよね。長回しできてますよね、これね。さすがにね、もう40分とか今回す気はないので、ほどほどのところで止めたいと思いますけどもね。今、ここに杭がありますけども、じわじわとズームアップしていきます。はい。わかります？カメラ内部の温度が高いため撮影ができません。電源を切ると温度が早く下がります。また画質の設定を下げると撮影できる場合があります。とのことです。さて、いいところで切れてしまいましたよね。何があったかっていうとですね、セミの抜け殻があったということをね、お伝えしたかっただけなんですけどもね、どうやらね、デフォルトで10分間の記録時間のようですね、4K 動画はね。さて、これピンと合ってくれ。合わないな、これ。あ、じわじわと合ってきましたね。はい。はい。そしてこちらにもセミの抜け殻がございます。おい、ちょっと背景に抜けたぞ。タッチ、タッチ、タッチしました、今。はい、ピントが合いましたね。ブレているなぁという気がしてるかもしれない。あ、もう顔でか、顔でか。ブレたなぁという気がすると思いますけども、さっきとは打って変わってですね、手ブレ補正を弱にしてます。一番弱いやつにしているんですね。なので、ブレたなぁという感じはするかもしれません。こうやって歩いていてもね、手ブレ補正が、まあやっぱりさっきより弱いなぁという感じはしますね。じゃあ今度ね、今日にしてみましょう。あ、次標準で、歩いてみますわ。はい。一旦切ります。はい。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。ね。手ブレ補正、標準にしました。標準にするとね、歩きでも、まあまあ、まあまあなんですよね。歩きでもね。いや、これはなかなかいいなと。まあ、昨今の Vlog ブームにね、乗っかったカメラっていうのがどん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 出てくると思いますけどもね。まあこれもね、いい Vlog カメラになるんではないかなと思いますね。今期待されてるのはやっぱり GoPro でしょうね。GoPro Hero 8なんかはね、非常に期待されてるんではないかなと思いますけどもね。まあこれがね、先ほどもお見せしましたけども、手ブレ補正標準でございます。じゃあ次ね、今日に切り替えたいと思います。はい、手ブレ補正、今日に切り替えて歩いております。さすがの安定度ですね。ただね、かなりクロップされたなっていうのは感じますよね。非常に顔がでかいなと、そんな気がします。はい。で、顔がね、ちょっとでもはみ出るとね、顔認識もね、なくなっちゃうんでね、ピントがね、ちょっと甘くなりますよね。まあ、そういった弊害はありますけども、だからクロップされる、ね、クロップされた分で、手ブレ補正をやっているということなんでね。まあ、聞きますよね。聞きますけども、自撮りではちょっとね、顔がでかすぎるなと。まあ、そんな印象を持ってしまいますね。はい。まあ、あまり自撮りでは使わないモードかな。自撮りだと標準がいいかなという気がしました。はい、ということで以上で、パワーショット G5X Mark II のレビューを終えたいと思いますけどもね。これはね、大変良いカメラではないかなと思いましたね。まあ、
ポップアップファインダーとかはね、ちょっとやっぱりソニーのに比べたらね、この機構が動きがね、見劣りする部分は あるっていう、まあそこは否めないんだけどもね、まあ大変出来のいいカメラじゃないかなと思いました。はい。